私は一卵性双生児の姉。でも、親の方針で、似てない名前を付けられ。例えて言うなら、リカと、あゆみみたいな。お揃いの服もあまり与えられず育った。そのせいか、大人になった今、顔は似てるけど、双子と思われることの方が少ない。個性がはっきりしてるっていうか。妹の方はガーリー&バンギャ寄りで、私はカジュアル。メイクもだいぶ違うし、姉妹とすら思われないこともしょっちゅう。それを雑談で話してたら、片方が撹乱なんじゃね?と言い出した男がすれたい。いや、一卵性双生児って言ってるじゃん。全員がポカーンとなってたら、成長するにつれて発覚する、よくあるパターンだ。とドヤ顔で言われ、さらにすれたい。いや、一卵性双生児って言ってるじゃん。二度目。その場にいた全員で、バカなの。アホなの。死ぬの。と質問したが、俺の方がわかってますし?みたいな顔で、終始ニヤニヤしてて、さらにすれたい。なんか、その後、私について、変な噂を広めようとしたらしいが、当然みんなに突っ込まれて、失敗したらしい。受精卵同行を、小学生の保健体育から学び直してほしい。